はい、7月9日の速化塾連絡になります今日お伝えするのは2点です一つはですね、本日関東の方から一人お客様をお迎えしますもうすでに昨日、この現地入りしてですね今日の午後、私の自宅に来てくださるそうですけども本日はね、よろしくお願いします私もワクワクしておりますで、もう一点なんですけども7月の23日、西青倉村に え私の方がねあの、ナイト2000とお邪魔しますので、えー、山根さんよろしくお願いします。えーね、山あの西アーカラソンにナイトライダーが来るビックリマークハテナじゃなくて、ハテナ消してもらっても大丈夫ですからね、もう私が堂々と行きますんで、えー、ぜひね、ご一緒させていただければと思います。当日のスケジュールはいまいち不明確なんですけども、まあ多分ねあの、お昼ご飯を食べるぐらいのタイミングでお邪魔して、 西アークラソンの、まあ、名物と言いますかね、まあ多分山菜そばとかあるでしょうから、それをいただいたりとか、まあ何かおすすめのものがあったらね、おすすめのものをいただいたりとか、あの綺麗な川を見たりしたいなと思います。でやっぱり地面をね、土の上を歩いてみたいんで、まあ、車も、まあちょっといろいろとね、見ていただこうかと思いますけども、車を降りて、えー、この足でね、えー、歩いて、大地を踏みしめて歩いていきたいところもありますので、まあ、もしご都合よろしかったら、少しでもね、ご案内いただければと思いますけども、まあ、 基本的にはこっそり行きますんで <laughs>、こっそり行って、うん、多分市役所かなんか、なんかね、有名な施設あるんですよ。そこに行って、そっからライブ放送でもしようかなと思っております <laughs>。えー、以上でございます。それでは、あのー、2点ね、お伝えしました。本日もよろしくお願いします。